マイク準備大丈夫ですか。じゃあそちらの、方、右奥の、方からお願いします。今マイクをお持ちしますのでお待ちください。フジテレビの徳田金山と申します。すみません、今いろいろお話をお伺いしましたけれども、聞き取り調査はもちろん尾形さんにもしているとは思うんですが、先ほど写真を紛らしくって間違えたりとかそういったお話もありましたけれども、今日尾形さんはいらっしゃいませんけれども、今尾形さんは、どちらで何をしているのかということと、あと今回のこの件についてなんですけれども、故意であったのか、それとも単なるミスだったのか、そういうことをお伺いしたいんですけど、お願いします。それでは、こちら、河合理事が、まず武井先生かかと思いますが、おぼかたは現在、神戸におります。本人は間違いであったということを調査委員会の方に報告している旨、先ほど石井委員長の方から説明があったと思います。本人のコメントはそれで一貫しております。未熟であったということに関しては非常に反省の言葉を発していると伺っております。先生からは2番目のご質問の故意か単純な間違いかというご質問ですけれども、この点は調査委員会でもかなりいろんなデータ、関連される人のヒアリングを行って客観的に判断したいと思っています。したがってこの点が現在まだ調査が継続中である大きな理由の一つと我々は考えています。それと適切な時期ということなんですけれども、これは本人の尾形さんたちが、我々の前に出てお話ししていただくことっていうのはどういった時期なんですかね。よろしいでしょうか。現在調査が進行中でございますので、この調査の公正性を欠くことがなきようという判断でございます。したがって調査の最終報告書が出来上がり皆様に公表する時期、そのあたりが適切な時期と私どもは考えております。すみません、最後にその適切な時期なんですけれども、あとどのぐらいをかかるというのは大体でもいいんですけど、河合理事の方から今説明がありましたように、調査が終了することが大前提なんですけれども、もちろん調査委員会では非常にスピーディーにやろうとしています。しかし一方でかなり地道に、例えば全ての関係する実験ノート、それから関係書類、それからサンプルの写真も含めて、そういう生データを取り寄せて解析するということがある程度の時間がかかるということはご理解ください。はい、よろしいでしょうか。それでは前の、2つ前のこちら側の方